サジラジ。それ何ですか。キョムモリホルンです。コントラバス奏者の時代所有です。誰もがオンラインに SNS アカウントを持つ時代、そこでは日々新たな出来事、人間関係、流行が生まれていきます。これはそんな SNS 上のさまざまなトピックを2人がこのアジトから語り合う、そんな番組です。はい、それ何ですか。これ今日ベース弾いてみようかな。あ、なるほど、はい、ウクレレとかからちょっとごつくのでかいし、本来は僕はこういう人です。ベースを弾いてます。はい、はい、私も本来はって言ってホル持ってきた方がいいですかね。まあちょっとめんどくさいのでやめよう。音割れしちゃうかやめて。はい、はいはい、今日のテーマは、はい、流行ればいいと思ってるです。はい、いいですね。好きです。そういう、あ、好きですか。そういうの取れてる。大丈夫、不安になっちゃう。大丈夫です。よかった。そう、事故がありますからね。そうそうそう、この前もちょっとカメラが切れちゃったりとかありましたから。流行ればいいと思ってる。そうですね、なんか、まあ、バズる回やった時、バズるっていいのみたいな。まあなんかその時にちょっと話題出たんですけど、あれはちょっとバズった側の、まあ、意見だったので、うん、今回はちょっとその外側から見ていこうかなと思ってます。はい、まあ、流行ればいいと思ってるっていうちょっと攻撃的なタイトルなんですけど、うん、けれども、うん、単純に、まあ、SNS 間でその、はい、いろんな流行が、まあ、バーッと流行るじゃないですか。そうですね。それをそのどう見ていくかみたいな感じで、はいはいはい、まあ、例えば、まあ、なんか考え方とかでもそうなんですけど、はいはい、いいねとかリツイートとかでものすごく数字がいってしまうと、そうですね、それがすごく正しいみたいな感じで、うん、解釈してしまう人がものすごく多いし、うん、その、なんていうんだろう、リプランとかを見るとそうじゃない意見とかもたくさん書いてあるんですけど、うんうん、基本的に SNS っていうのはもう本当発信したらその一方的意見がものすごい称賛を浴びるみたいな感じになっているので、うんうん、それについてちょっと話していけたらと思います。そう、本来は情報とかを受信する場じゃないと思って、はいはいはい、もともとはね、はい、だってツイートだったらつぶやきなわけだし、はい、インスタグラムもそれぞれが撮った写真を上げるところだし、はい、それがだんだん、まあ、そこにいろんな情報のアカウント、もちろん各新聞社とか、うん、Yahoo ニュースとかライブドアニュースとか、あとロイターとかいろんなメディアが公式アカウントとして入ってきたし、うんうん、発信してるから、うんうんうん、なんか同時に存在してるわけ、うんうん、個人の意見と、うん、著名人の意見と、うん、公式のメディアの意見、うん、公式のメディアは意見っていうよりかは情報なんだけど、はいはいはい、それがなんかごっちゃになってることで結構いろいろなカオスが生まれてる。そうですね、なんかそれを同じ感じで見てしまうのもすごく良くないし、うん、そのなんて言うんだろう、認証マークってあるわけじゃないですか、はいはいはい、あれってすごい結構大切なものだと私は思ってて、うん、一応認証を受けてるので、うん、その間違った情報を流しちゃいけないし、うん、っていう感じで、そのどこが発信元でっていうのをすごく見るべき、うんうん、この人は何者でどのぐらいの年齢層で、うん、何をしている人でっていうことを考えてその文章を読まないと、うん、なんか信憑性にものすごく欠けてしまうので。そうやね。そう、ただ単にその文章を見て、そのいいね数を見て、あ、みんな賛同してるからこれが正しいんだっていう風になってしまうのはすごく良くないなと思ってます、うんうん、なんかそのリツイートの数とかいいねの数で乗っかっていいんだみたいになってる人とか、そう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 、なんか逆にそこに向かってそれが正論として今流行ってるからそこにちゃんと反論しなきゃみたいな感じでよくわからない反論してくる人とかそう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 、なんかとにかくカオスなんですよそう、状況としてはまあだからなんだろう、流行ってるものがいいのっていうタイトルに戻るけど、それはね、いつも気にしたいところで。本当にそうです。そう、なんかそれもそうだし、結構これは、まあ、私の意見なんですけど、はい、テレビとかがツイッターからなんか画像を入手しましたとか、はい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 、動画を入手しましたってやってると思うんですけど、うん、あれもなんか非常に良くないなと思って。あれおかしいよ、あれはおかしい、あれおかしいですよね、うん、なんか
そのなんでそっちから元にしてやるのかがすごくおかしくて、元にするべきなのはなんかその報道をする人たちが一番元にオリジナルを掘ってきてほしいなるべきなので、その流行りを引っ張ってきましたじゃないんですけど、映像を入手してきましたって、なんかそれは YouTube が最初流行ったけど、はいはいはい、YouTube の時代から始まってて、はいはい、なんか世界まるでみたいな番組で、はい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 、YouTube で面白い投稿がありましたっていうコーナーがあったけど、うんうんうん、それってメディアがメディアをメディアしてるから、はいはい、すごい意味わからない構造で、そうそうそう、本来はその番組が持ってくるべきだし、うん、なんかそれよく思います。すごいなんか信憑性に欠けることをテレビで流してしまうみたいな、そうそうそう、すごい思ってます。やっぱりテレビっていうとみんなあの意見も、今テレビとかって YouTube とかと違くてあのコメントできないじゃないですか、うんうん、なのでそれが一番正しいっていう風にまあ大体の人が認識して、うん、テレビで報道されて流行ってるって言われたら、うん、あ今これ本当に流行ってるんだって、まあ、大体の人がなると思うんですけど、うん、なんかそこでそれをやってしまうこと の危険性っていうのがすごいですよね、うんうんうん、そうだね、なんか後追いになっちゃうのがやばいです。確かに Twitter とかのさっきあと認証マークの話をしたけど、はい、今回のアメリカ大統領選で一番やばかったのは、はいはい、トランプ大統領自身がこの選挙は不正だっていうふうに言い張ったことで、ほうほう、それまでのその認証マークだったり著名人だったりがあの正しいこと言ってるっていう構造が割とガラッと崩れてて、うん、でもそれを信じてる人が一定数いるから、はいはいはい、あの選挙が不正説がすごく世界中で流行って、うん、でそれはちゃんと隠し裏付けもあって絶対にデマなんだけど、うん、なんかそれを未だにあの選挙は不正だったって言ってる人たちが日本にもたくさんいる、うん、でこれは今回本当に危ないなと思って、ちょっとこのテーマを時代書が言った時これも理由があるんですけど、はい、だからとにかくどんな情報も自分の目でちゃんとソースまで言ってほしい。わかるわかる、はいはいはい、例えばトランプさんが選挙不正だって言ったら、あじゃあ不正なんだと思うんじゃなくてその選挙のどこに不正の可能性があってとか、うん、単純すぎじゃない、それでそうってなるの、なんかねそういう怖さをちゃんと認識して、良さも悪さも SNS にはあるから、うん、なんかソースまで辿ってってほしい。わかります。その人がなんでその発言をしたのかとかいうのもその辺まで調べたらいい、うん、調べられるところならばそうそうそうって思いますけど、うん、もしその確信がないのであれば、うん、まあ、拡散する必要はないし、いい、あのいいねって別に拡散されないと思ってる方いっぱいいるんですけどいいねしたことで拡散されますからね、そう全然出るからおすすめに、そうなのでそのちょっとこれ怪しいなとか、あのこれ正しい情報じゃないんじゃないかみたいな感じの時は、うん、まあ基本的には無反応が一番そっとしておこう、そうです、うん、いいので、うん、でやっぱそういう情報、まあそのなんて言うんだろう、そのトランプさんちょっとあの私詳しくその件はあんまり知らないんですけれども、はい、まあ他の人もなんですけど、その自分が情報発信をした時にどれだけの人がそれをなんか見ているかっていうことをやっぱり、うん、あのたくさんフォロワーがいる方はちょっと意識をした方がいいですね、うんうんうん、確かに。でも中にはすごくあのモルカーもそうなんだけど、さっきのエピソードで言った、はいはいはい、あれもなんか流行ってるからと思ってどんなもんじゃいって見てみたらすごく面白かった、はい、鬼滅もそうだけど、はいはいはい、なんかそういう風に中には流行ってるから悪いんじゃなくて、うん、あの普通に良くて流行ってるのもあるしそう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 、本質をついてるから、そう、それはまあ見て分かってることですから、まあ、一度見てっていうことですよね。そうだ、自分の目で見てみたいな、そうですね、で自分が信じなければ別に信じないでいいし、まあ、信じてる人がいたら、ああなるほど信じてるんだなって周りも見ればいいし、うんうん、そこで別に争い合う必要もないし、そう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 、もしそれがあの犯罪をしているのであれば、あのきっとあの誰かが、その誰かじゃないけど、うん、その自分じゃないもうちょっと権力の強い人が、うん、あの何かしらの対処はすると思うので、うん、その噛みついていくみたいなことも、うん、だから普通にこっそり通報ボタン押せばいい。あ、そう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 、隠立とかせずに、そう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 、リプもせずに通報をそうそうそう、報告をすればよくて、そうそうそう、それはすごくいいですね、本当にそう思いますって感じです、ね、はい、まあ、本当その流行ってればいいと思ってるっていう今回タイトルなんですけど、うん、その例えば炎上系の人だったりとかすると、はいはい、そのなんか別に全然理由もないのにとりあえず目立った悪い行動をして、
あのなんかこいつやべえよみたいな感じで、うんうんうん、みんなで言って広めていくっていうのもあると思うんですけど、そういう目立てばいいっていうのもおかしいので、うん、ちゃんとなんて言うんだろう、しっかり信念を持ってやってほしいですよね、うんうん、その目立てばいいもさ、なんて言ったらいいのかな、どのレベルか分かんないけど、はい、いっぱいいいねがつけばいいみたいな、はい、いいねがつくのが正義とかさ、はいはい、そういうのに基づいて動いてるのかもしれないし、うんうん、ただなんかクラスの中で目立ったもん勝ちみたいな、はいはいはい、まあ、それもそうか、支持を集めれば OK みたいなところで、全部何にしてもすごい短絡的っていうか、そうそうそう、ちゃんと考えてやってほしいです ね、 そうですね。あと一回それで売れた人は、マジでこれ全員言っとくけど、一回そういうので売れた人は今後何をやっても絶対に信頼は得られないので、そうですね、もうちゃんと誠実にやってた方がいいと思います。何の話だっけけど本当けど2人は多分この流行ればいいと思ってるに関しては結構厳しいと思うんですよ。それすごいそうだと思う。裏側まで知りたくなる。そうそう、活動してる人たちは多分全員これに厳しいと思うんですけど、うんうん、しっかりそうですね、中身のあることができたらいいし、ね、ちゃんと調べていくっていうことが一番大切ですね。あとは自分がSNS 以外から何かを摂取するっていうのもすごい大事だと思います、うんうんうん、これは割と本質的な話になってくちゃうけど、はい、例えば美術館に行くとか、うん、映画館にフラッと行ってみて、やってる映画をとにかく見てみる、はい、目的もない、はい、だそういうなんか偶発的な出会いというか、はいはい、本屋さんに行って気になったタイトルの本を読むとか、はい、なんかそういうランダム性もなんか大事にした方がいいんじゃないかなと、うん、その時に自分がその作品にどう思ったのかっていう気持ちが実は一番大事で、うん、それが流行ろうが流行らなかろうが実はどうでもよくてみたいな、はいはい、なんかそれも大切にしつつ、はい、で SNS でのなんか流行りも見つつみたいな、はい、両方あるとブレないんじゃないかな。そうですね、すごいそうだと思います、うん、なんかこのサジラジは全然テレビの話が出ないんですけどテレビは終わってる本当にテレビの話が一切出ない。10年ぐらい見てない。なんか大学入ってからテレビ見てなくて、はい、まあ、私もそうなんですけど、まあ、テレビはテレビでね、いいところはたくさんあるんですけれども、でもテレビももうさ、オンデマンドっていうかさ、はい、見たい番組めがけて見る感じでしょ。そうです、今の人、はい、ドラマとだけ見るとか、はいはい、M ステだけ見るとかさ、はい、なんか昔は多分垂れ流されてたわけ。そうです、そうです、そう、なんで、まあ、情報源がそこしかなかったっていう感じだったんですけど、ね、まあ、今はもっとあるので、それはもうちょっと自分たちでしっかり調べていくことが大切ですね、うんうん、というお話です。ですね、はい、まとめいきますか。はい、まとめいきます。はい、知らない大人についていっちゃダメ。はい、確かに、はい最近納得してくれるようになったんですけど、着地が良かったです。ちょっと分かりやすくしめます。そう、ね、知らない大人に、そうそう、誰なのもそうだし、その間違った情報についていっちゃうんではなくて、うん、しっかり誘われたからといっても、ちゃんと調べて、一回お家に帰ってそうママとパパに聞いてみる。そうそうそう、いや本当本当そうで、それすごい大切で、調べてから見に行くとか、そう、すごいいいことばっかりとか言ってくる人とかすごいいっぱいいると思うんですけど、うん、一回冷静になって、うん、なんか本当に果たしてこの人は信用できるのか、この意見は信用できるのか、この流行りは信用できるのかってところをしっかり考えて、はいはいはい、で知らないじゃなくて知ってから行く、はいはいはい、知った大人には別についてっていいんですけど、知らない人にはついていかないようにしましょうねというお話。言えてますね、はい、いいですねそれ。イエーイ。でもそれってさ、小学生の頃にさ、はい、言われたことじゃん、はい、それが今でもさ有効性があるっていう。みんな忘れてるんですよ、ね、ダメです。大事にした方がいいよね。そう、大人は怖いですよ本当に。確かに。そうです。 SNS っていうところに飛び込んで、はい、じゃあ僕らは10年選手だとして、はい、でもまだ10歳なわけ。はい、SNS 世界。そう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 。一番誘拐されますからね。誘拐されちゃうから10歳だったらもっとすごい人たちがいっぱいいて、はい、歴が長いとか、はい、すごい知り尽くしてる人、はい、その人たちには簡単に騙されちゃうから。そうです、そうです、そうです。それはね、そうです、確かに大人、知らない大人には誰も助けてくれないですからね。確かに。警察も動いてくれなければ。本当だよ。そうです。
SNS に今明確な取り締まりがないから、はい、ないです。調べ、なんか被害を受けてからやっと動くみたいな感じで、ね、うん、それも全然動きも遅いので、ね、全然当てにならないので気をつけないといけない。はい、いい着地でした。はいはい、ありがとうございました。というわけで、はい、ここからはまた新コーナー前回から始まった新コーナーで、はい、その名も SNS で話題じゃない話題。はいこれもすごく皮肉めいたコーナーなんですけど、はい、まあ、SNS で話題になってるものが今回のテーマと似てますよね。似てます。そう、話題になってるからっていいのみたいなところでもあるし、はい、なんか逆に話題になってないところに目を向けてみるのも面白いしみたいな。そうですね。で、前回はモルカーっていう作品とグレムリンっていう作品をなんか両方並べてみて比べてみるみたいな感じになったんですけど、はいはいはい、今日はあのうっせぇわって、はい、今すごい、うっせぇわ今すごく流行ってますね。すごいもうバイラルに逃げわせてる。はい、ね、すごい流行ってます。うっせぇわ、まあ、うっせぇわ言ってるから、そう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 なんだろうと思う、なんだろうと思う。そしたら一回聞いたら覚えて、そうそうそう、あのインパクトすごい、すごい、ぜひあの聞いていただきたい声とさ、そうそう、あのうっせぇわで、あの YouTube とかで検索するとすぐ出てきま す、ね、あれすごいなと思う。で、それで思い出した、はい、曲が、はい、あって、それ何なの、あんた、あの子の何なのさ、港の横横浜横須賀なんなん、なんでこれ選んだのか全然やばいんですけど。知ってますか、すごい古い曲ですよね。知ってますかこれ、これちゃんとね Spotify にもあったんですよ、さっき調べたら。え、港の横、港の横横浜横須賀って曲ですね。ダウンタウンブギウギバンド知ってますか。何年の曲ですか。何年の曲なんだろう、80年代とかじゃない。嘘ね、まあ今の人が知るわけもないみたいな、うん、今のまあなんて10代これ、うん、時代者はこれ親父がなんか一回カラオケで歌ってるの聞いて覚えた。なるほど、すごい一回聞いたらこれも覚えるから。けどよ、私横須賀に住んでてあの今はここは違うんですけど、まあ、実家が横須賀なんですよ、はいはいはい、で結構横須賀で育ってることが多くて、あの横須賀ですって言うとこれを歌われたりとかします、はい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 、全然みんななんか横須賀のイメージが。これちなみに歌詞はなんて言ったらいい、ホステスさん、まあスナックホステス、キャバ、夜の女を追っかけてきた男に対して、 そのお店の人があんたあの子の何なのさって言う、そう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 、でいろいろ聞いてくるから、 その子はどんな子でどんな子でってその店の人があの説明するんですけど、ちょっと前にいなくなっちまったよみたいな、そうそう、まあお決まりですよね。月半年前に辞めたはずさ、私たちには挨拶なしさ浜から流れてきた子だったすごい歌詞が本当に面白くて、しかも結構本当にリアルなんですよ。で、まあ時代もあって今だったらちょっと炎上しちゃうんじゃないかなみたいな、ね、はいはいはい、夜 の、はい、の商売なんで、はい、っていうの曲を思い出したっていうでも多分このキャッチーさは今もしこの曲がこういうのがあったら同じようにバズってんじゃないかな。そうですね、 TikTok とかですごい、ね、TikTok とかで、あんた、そう、あの子の何なのさみたいなので、みんなあの振り付けつけて口パクでやってそうやってそう、やってそう、すごいやってそう、すごい歌詞なので、あの割となんていうのかな、壮絶な歌詞というか、はいはい、まあ、ドラマティックな、ドラマティックな歌詞ですよね。よかったら聞いてみてください。これはあの港の横横浜横須賀ってやつなんですけど、あの横浜横須賀をなんか逗子葉山とかにしたらどうですか。いや、ダメです。ダメですかいいと思うんだけどな。っていうあのベースのリフがずっとかっこいいっていう、はい、ぜひ聴いてみていただきたいんですけれども、時代感が出る、まあ、こういうのも昔はこれはすごい流行ったんだと思うんですけど、うん、なんか今だったらすごく流行ってそうですよ ね。面白い曲でした。知らなかったですか。知らなくて、今日、あ、てか知らなかったことはないんですけど、そのちゃんと聞いたことがなかった、はいはいはい、今まで、あ、港の陽子の横浜横須賀ねみたいな感じのことを言われてきてはいはい、はい、あ、なんだそれみたいな感じだったんですけど、だからちゃんと聞いたことはなくって、うん、朝、あの、
聞かせてもらって時代書さんに、あこれねみたいな、はいはいはい、しかもそれで歌詞があんなだったから歌詞やばい、なんか、なんかそれで横須賀って私思われてたのって思ってちょっと、ね、ショックを受けた。若干差別的だから、まあ、笑い事じゃないんだけど、まあ、そういう時代もあったという一個の資料でもある。そうそうそう、だからちょっと古い、まあ、あの50歳60歳代のおじさんたちはちょっと知ってる曲で、はい、多分スナックとか歌うんじゃないですか。そうですね、なんかけどなんか歌詞あれですけどすごくロマンがありますよね。なんか確かにあの子はもうお店辞めて幸せになった、そうそうそう、なんかと思う、なんか結構しなんかおもいい歌だと思いますよ、うんうん、いい雰囲気抜け出して飛び立ってったみたいな、ね、そうそうそう、うん、なんか強さも感じますし、いい曲だなと思ってます。まあよかったら皆さん Spotify にあるんで何なんですかこれ、何なの。新コーナー2回目でした。まあ次も何かしら古いんだよ毎回毎回古いよ、すごい変なとこつっついていきたいと思ってますんでまあはい、そういうわけでこの新コーナーでもリクエストとかね、あったあそうですね、そうです、知らないこと知りたいんで、はい、SNS で話題になったね話題があれば、はい、ぜひ時代書に教えてください。はい、というわけで、番組へのご感想リクエストなどはハッシュタグサジュラジをつけてツイートしていただけると、2人が見に舌が回らないはい、というわけでありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。